おはようございます。おはようございます。今日はこれを散らかしていくよ。散らかすの綺麗にして散らかすよここに、はい、ありがとう。綺麗に整地する練習をしてもらいましょう。これを全部ここに引いたらいいねんな。いいよ。いいねんな、うん、散らかす。こっちにこうパーッと流して綺麗にして、今日も一日頑張るよ。えいえいお。どいて、危ないから。動きの確認をな。うまい。うまいよ私。あれ。おかしいな。こうこうやろ。こうか。ああ。あれ。うまーい。下掘ってるやんか。え、下掘ったあかんで。掘った今。掘ってるやん、砂ついてるやん。混ぜたあかんで。レント邪魔。下掘ったらあかん。そんな難しい。砂と混ぜといてや、せっかく買ったんやから。好きにしてください。え、好きにしてください。好きにするわ、ちょっと。大したもんやで。上等上等。じゃあ、あと踏んどいて。うん、ちょっと休憩や。疲れた。手がしんどい。踏むってこれだけ。あ、それだけでいい。これでグワーっていったらいいんやろ。うん、すごい、私。うん、ここ手でやったけど。上等や。上等や。うん、だいぶ平らになったんちゃう？多分なったと思うねんけど。なあ、まあ大体やけど。青い工業さんが引いてくれた砂利がさ、うん、すごいもうプロやから薄いやんか。薄い。すぐめくれる。そうそうそう。はーってなって。でけへんわ、あれは。イメージトレーニングだけは完璧なんやけどな。だってあの、掘り返すときにさ、その上っ面の砂利だけを集めて、そうそうそう、やってできひん。言うこと聞かへんもん。もう反抗期なやつばっかりやな。誰が言うこと聞かへんの。もうみんな。反抗ばっかりしてるよ。奥様が何かやってる。なんかえぐられてんねんけど。だから綺麗にすんねん。あ、そうか。石を持ってな。そうやな。軽トラこういうとこ石積んで当ててもいい。いや、当てたらあかんや。当てたらあかんや。ガン行くかもしれん。よし、はい、やっていきましょう。ね、古い。平爪怖いな。難しいやろ。難しいな、なんか。やって。とりあえず、どんな感じでやんのかがわからへん、私に。
感じで石を積んでってこう山と車道をきっかりこう分けるのに石積みがあったら分かりやすいし、でこれ石積んでこっちを採石入れようかな、で車道っていうかまあ運搬用にここに通路を車通れるようにしようと今やってます。奥さんがね頑張ってますよちょっとずつ慣れてきたかな。あんたなんでそんな顔汚れてんの。何捕まえたん。え、超でかい。超でかい何。バッタ。バッタ顔めっちゃ汚いねんけど。会員さんが巻き上げしてます。お、力強い。ちゃうところが強い振り上げてるやん取られてますよ待ってやはいおおすごいすごい、はい、おお取ろうかなとみんなに撮影さはい、おはようございます。今日はね、昨日の続きこれやろうと思ってたんやけど、もう雨が降っててもうぐちょぐちょになるからちょっとどうしようと思ってて、で今日はねこれ土、畑の土をちょっともらってきました。3トンは4台やし12トンぐらい畑の土を回ってきました。これを何やお前、何の裸かな、映してほしいの。何やねん、喋る、何か喋る、うるさい。これも前栗の木を植えたんですけど、やっぱりこう下の土があんまり良くないせいか、もう枯れちゃったんで、もう軽く飛行機が出るから、もう枯れてしまってる。だし、こう、ガバーッと掘って、畑の土を入れて、もう一回ちょっと苗を買ってきて植え直そうかなと思って、土をもらってきました。ついでにね、そこの畑のところに柿の木があって、柿の木ももらってきました。これ根付くかどうかわからないけど、とりあえず一回やってみようと思って、ドライヤーさんに聞いたらこういうちぎれてる根っこはもうちょっと切って、で上も切って植えとくと結構根付くかもしれんよっていうことなんで、ちょっとやってみようかなと思います。柿の木もなんか毛虫とかつくし、あんまりやれやねんけど、でもまあまあ、木は欲しいんでね。よし、とりあえずこれ根っこをこう切ってね、やっていこうと思います。こうほんま切っていいんかな。まあ造園屋さんが言うからね、もうちぎれてるやつを切っちゃうって。こんな感じで、で上も切ってやってみます。よし、今日もやっていきます。そうそう、引くときに力で、分かってる、引く分かってるそんな短く切って大丈夫なの？いや、わからん。造園屋さんが言ってたよね。来てもらった方がいい。ないよ。来てくれたよ。見てはるからな。YouTube 見てはるから。もう、おい、切ったって言われて。そこちゃうとか。
あ、なんかすごい買った。引く、引く。うるさいわ。うるさいわ。全部やで、そんな。うん、全部や。よし、とりあえず切ってみたけど、ええんかな、これ。こんな切って、もっと切らなあかんのかな。よう分からん。もう全部切ったし、いいかどうか分からんけど、とりあえずこれ植えとこう。どっか、どこに植えるかちょっと考えて、ちょっと考えていきます。向こうの端っこに植えようかなと。この辺に行こうかな。あれは梅、梅でこれ栗、ここに柿にしようかな。なかなか上手になってきた。僕は雑草が混じったやつを避けていく。だいぶ空いたんちゃうかな。ほうほう、綺麗に綺麗に掘ってるわ。結構笹多いな。笹の根っこばっかり。よし、奥さんが穴を開けてくれたところにさっきの綺麗な土を入れましょう。軽トラダンプついててよかった。やばい、大丈夫、やばい、重い、やばい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 、パワーが、音が苦しそう。結構重かった。え、どうなった？あ、ええやん。で、これでやって、ガーッと かき混ぜて、うん、あ、もう一回入れて。いや、それしたらしんどいと思う。いいか、もうこのままかき混ぜて、うん、置いて、で、もう一回上からやったほうがいい、うん、そうやな。スコップ、スコップって無理やよ、これ。これは牛糞、牛糞を少々、少々適当なってるね。ここに適当に入れといて、重機でかき混ぜてもらって、でこれをちゃんと置いて、もう一回砂持ってきて入れよう。よし、よし、ではちょっと混ぜてもらいましょう。意味あんのかな。全然少ない気がする。なんか土の量を考えるとめっちゃ少ないな。買ってこなあかんな。オッケー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 。よし、とりあえずできました。生き返ってくれることを願って。切り方がわからへんねんな、どこで切ったねんか。もし造園屋さんでわかる方がいればコメントください。どこで切ったらいいとか、ここかな、これで切るのかな、ここわからへん。うちの息子が運転してる。ええ、おもちゃやな。どうでした？楽しかった？勝手にやったらあかんで。なんで？一人で勝手にやったらあかんで。お前やりそうやもん。え？パパいい日の時勝手にやろうとするやろ。
いやー綺麗になった。助かった。なんかもう区切りつけて分けただけでなんかめっちゃ広く感じる。奥様も手伝いに来てくれてお疲れ様。作業しに来たわけじゃないのにやらされる。いや別にやらないけどもうちょっとこれ転圧してでここ採石だーと入れようかな。あーまた採石運ばなかった。うん、いい。よいしょ。ではさようなら。さようなら。